このトラックはイスズエルフ4代目の前期ではなく後期です。後期は1987年から93年までの後期製造されたトラックです。見た目前期と違うのはそのライトの位置ですね。このトラックは都内はほぼ全滅でございますが、市街はバリバリの現役で走っています。あと海外ではかなり走っていますが、東京で走っているトラックと比べると海外のトラックはボロボロですけど、日本で走っているトラックはみんな大事に取り扱ってます。30年以上走っても40年以上走っても同じ車両、変わらない車両です。皆さんもこういうトラックを見かけたら写真を収めてください。ぜひトラックマニアとして僕はこのトラックが一番好きだと思います。よろしくお願いします。